今こちらでは地域の防災リーダーである消防団の皆さんによる放水訓練などが行われています。今回はこの消防団の取り組みについてご紹介します。各地域の消防署と連携しながら火災・震災などの災害発生時に消火活動や住民の救護活動を行う消防団、墨田区では本所消防団と向島消防団の2つの消防団が活動しています。この日は各消防団ごとに行われる活動訓練の日。本所消防団では午前中に霊式などの総練のほか、女性消防団員のポンプ奏法、震災時の訓練を中心に総合的な訓練を実施。向島消防団では午後の小雨の降る中、入団年数が浅い団員を中心に基本的な一連の消火活動訓練を実施しました。そんな消防団の合言葉は、我が町を我が手で守る消防団。老若男女さまざまな方々が活躍していますが、近年入団数が少なくなっているそうです。そこで今回は本所・向島の両消防団で活躍する新入団員をご紹介。活動を通して感じた消防団の魅力ややりがいについてお聞きしていきます。本所消防団は現在男性211名、女性36名の総勢247名の団員が所属しています。そんな本所消防団で本日お話を聞かせてくれるのがこちらの皆さんです。本日の消防訓練はいかがでしたか？はい、そうですね、入団してから初めての訓練になったんですけれども、自分が思ったよりもうまく動けなくて、まだまだ実力不足だなと感じたので、これからもっと練習を重ねて、まあ、毎年来年もあると思うので、それにしっかり合わせて臨んでいければなと。小中高とサッカーをしていて、その際キャプテンをやっていて、周りを見る能力っていうのをすごく求められたんですけれども、それを社会貢献できないかなと形を考えてしまった時に、客観視を持って人助けをできればいいなとも考えたので入団するってことを決めました。私も今まで分団会議しか参加してこなかったので、皆さんしっかりなさってて、なんか見たことない一面を見られたので結構かっこいいなと思って、自分も出たいなと思いました。現在スカイツリーの方に救護室に勤めさせていただいているんですけれども、東京消防庁の救急車をちょっと要請することもありますので、本所消防署の方々とコミュニケーションを取ることが一番大事かなと思いましたので入らせていただきました。そんな熱意あふれる新入団員を先輩団員のお二人はどう見ているのでしょうか？もちろん楽しんで、そしてやるときはやる、楽しむときは楽しむと、メリハリのつけた形で、お父さんよりも年上の方たちもいる、職業もいろんなお仕事をしている方がいるので、消防団活動っていうだけでなく社会的なお勉強もできるんじゃないかなと思うので、人としてすごく大きくなっていってほしいなと。本所消防団全体的にみんなアットホームな団体です。ただやはり訓練があるときには厳しく、バランスの取れたとても良いチームです。女性もすごく大事にしてくれる団ですね。消防活動のみじゃないので、女性のならではの心配りとかも必要になってくる場面もいろいろありますので、そういう時に活躍していただけたらと思います。本所消防団はとってもアットホームなイメージの和やかな活動をしております。ただ訓練の時には厳しく、時には飴と鞭の状態の時もあります。皆さんの入団をお待ちしております。せーの、お待ちしてます。向島消防団は現在男性207名、女性49名の総勢256名の団員が所属しています。そんな向島消防団でお話を聞かせてくれるのがこちらの皆さんです。定年退職をしまして、はい、72まで働けるってことだったので、はい、すぐに申し込みをさせていただきました。今66です。66歳か。じゃあ新しいことをこれから始められる、はい、ということなんですね、はい、それと同時に就職も決まりまして、今学校で仕事をさせていただいている。仕事も楽しいし、消防団の、みんなと
お話もできるのでちょっと楽しみが増えたっていう感じですかね。全然雨もね降ってたこともあり手袋がねもうくっついちゃった、はい、うわーって途中で止まっちゃって、はい、あんまうまくいかなかったですね今日は。だから、まあ、面白いですよねこの年になって50なんですけど、はい、この年になって何をやっても初めてな感覚が、地域の人とつながりが深まることがいいですね。普段なかったつながりもそれの消防団の活動を得て深まるかなと思います。仕事今の分団長のところで働いてるんですけど、仕事場も分団長と僕私しかいないんですけど、まあ、なんでいつでも消防団の活動は参加しやすいですか。私はもともと消防職員を目指しておりまして消防団に入団させていただきました。消防職員になるための試験をが終わってそちらに最終合格をいただいておりますので。では消防団での経験は今後どのように生かしていきたいと思われますか。はい、消防団では応急手当の講習などを行っておりまして、消防職員になった後にの経験を生かして地域の方々に分かりやすく教えられることができると思います。年齢や性別、仕事の違いなどを超えて様々な地域のつながりが生まれている消防団の活動、分団長の思いをお聞きしました。新入団員の訓練がなかなかできない中訓練ができてとても良かったと思います。ぎこちないといえばぎこちないし、まあこれも少しずつ訓練を積んでいただければより良くなると思います。新入団員の方が増えることがいいことかなと。そのためには消防団が大事だということを伝えていかないと、地域のためにこの消防団があるものですから、仕事ももちろん大事、家庭も大事、いろんなことが大事ですが、その一つに加えていただいて地域を守る消防団として一緒にやっていただければありがたいと思います。向島消防団は団長をはじめ各分団長皆さんと和気あいあいとやっております。ぜひご入団をお持ちしています。せーの、お待ちしてます。地域を守る使命感を胸にお一人お一人の熱意を感じることができました。はい、こうした消防団の皆さんの日々の活躍によって地域の防災力の向上、さらには住民の皆さんの安心安全を支えていただいています。ただ近年は消防団員不足が大きな課題となっているようですね。はい、消防団員の数は年々減少していて、ここ数年間は毎年全国で1万人以上減ってきています。墨田区の消防団でも同じく団員不足が課題となっており、区としても成人を祝う集いでリーフレットを配布したり、墨田区の広報誌などで消防団の魅力、やりがいを紹介するなど消防団の加入に向けた取り組みを行っているところです。では実際に消防団に入団したい場合はどうすればいいんでしょうか。消防団への入団は本所消防団または向島消防団が所属する各消防署で受け付けていますので、お電話でお問い合わせください。区内に在住または在勤の18歳以上で心身ともに健康な方であればどなたでも入団していただけます。また本業のお仕事が忙しい方でも活動を限定して無理なく活躍できる機能別団員、防火防災訓練の指導や火災予防の広報活動など限定的な活動を行っていただく消防団員です。ですのでお仕事をしながらでも続けられると思います。なるほど、となるとたくさんの方が消防団員として入団しやすくなりますね。区では区民の皆さんの安全を守るための様々な防災対策を実施していますが、突然の災害時や災害の初期対応の際にはまずは自助、そして地域の皆さんを中心とした共助が必要となってきます。そんな中地域の防災リーダーとして活躍するのが消防団の皆さんです。ぜひ皆さんも消防団に入っていただき、一緒に安全安心な隅田の街を作っていきましょう。ご協力をお願いします。